はい、どうも秘密結社ひがみ総帥ハッチでございます。今回はですね、一口馬主の出資馬、今週なんと3頭出しということでね、キャロットで今2歳以上が5頭しかいないのに、5頭しか持ってないのにね、うち3頭同じ週に出るっていうのもなかなかねえよな。まあ特にね、出走回数の多いクラブさんだとそうでもないんですけれども、ノーザンファームさんの場合平均2ヶ月に1回ぐらいのペースなんで、その出走が5頭中3頭同じ週に被る。なんだったら今月もう一走してて、フルコートが、新馬戦が今月に入ってからだったんですけども、で、今週 3頭出走、さらに、10月31日にも出走予定ありってね、1ヶ月に5回出走はなかなかないぞって思ってるんですけども、それだけね、順調に来ていてありがたい限りでございますということでね、フルボート。京都の3レースですよ、未勝利戦、連戦での出走となりました。ちなみにですね、現在なんと前売り1番人気ありましたね。これだけでももう勝ったも同然ぐらいの気分、それで言えば新馬戦の時にそんな気分だったんだけれども、勝ったも同然の気分、しかも鞍上強化で川田優雅ということになりました。前走もね、ダート1008のレース、レコードに 0.1 秒差と、正直なところね、相手が悪かったかなって気はしつつも、ってことは今後も3歳路線で、ダート路線で強いのが2頭いるんだよな、少なくともというところなんですが、新馬戦で、ね、レコードを更新したっていうのはなかなかのもんだと思います。新馬戦と未勝利戦だったら、そこでいきなり勝てるっていう時点で新馬戦の方が強い馬は多くても、タイム的には未勝利戦の方が優秀なことが多いですから、土曜日の新馬戦でね、レコードが出て、その3着で 0.1 秒差だった、そのレコードが即塗り替えられたとしても、それはね、未勝利の方がレベルが高かったことにはならないと思います。これは小倉2歳ステークスの結果を遡ってみても同じような後先があったと思うんですけども、そんなわけでね、レコードに 0.1 秒差でのタイムで走り切れたってことは喜びつつ、短めの距離でもっと強かったら嬉しいなというふうには思っているわけですよ。しかもね、新馬戦の後、放牧せず中一周、これってね、ノーザンファーム実は結構勝ちパターンでして、最近ノーザンファームさんって中2ヶ月ぐらい間隔を空けて、毎回ほぼ100の調整でしっかり勝ち蔵を増やしてるみたいな印象があって、中1ヶ月2ヶ月の出走が多いんですよ。ただじゃあ中1週の時成績悪いんかなって思って調べてみたら、トータルでね、結構勝ってるんです、中1週で。いや、上級条件になるほど中1週の勝ち蔵が少なくなって、新馬から中1週での出走っていうのはほぼほぼ勝ってる印象ですね。つまりもうこれは新馬負けたのは事故みたいなもんだから、もう一回勝っとこうというような時は結構連続出走してくる。それ以外はね、怒りの連戦は消しみたいな馬券パターンはあるんですけども、このパターンだけ実は勝ちパターンっていうのをね、最近ちょっと前にですね、研究して掴んでるんで、もうそういう意味でもね、勝ったも同然かななんていう風になテンションでレースを迎えたいなと思ってます。一口馬主なんでね、一口出資はしてるんで、なんていうかね、そういう走る前ぐらい一緒、そういう風にね、今後いけるぞって思っても、皆さんもご一緒に出資している方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。